クリミア大橋攻撃からすぐ、クリミア半島キロフスクロシア軍施設の弾薬庫が大爆発との情報を手に入れたよ。クリミアの攻撃が始まり、またクリミア大橋を狙った攻撃があるかもしれないし、目が離せない状況だぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島のロシア軍弾薬庫で火災が起きた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年7月19日、ロシアが2014年に軍事力によって一方的に併合したウクライナ南部のクリミア半島にある、ロシア軍施設の弾薬庫とされる場所で次々に爆発が起き、火災が発生している様子が撮影された動画が SNS に投稿されているね。ロシアがクリミア半島の首長として任命しているセルゲイ・アクショノフ氏は19日、メッセージアプリテレグラムへの投稿においてクリミア半島東部のキロフスク郡にあるロシア軍の訓練施設で爆発による火災が発生し、近くを通る高速道路が閉鎖されているほか、周辺の4つの集落の住民2000人以上を避難させることになっていると述べていて、この爆発と火災が尋常ではないことを明らかにしているみたい。この爆発の原因については現時点で明らかにされておらず不明で、テレグラムにおける有力チャンネルの一つであるグレイゾーンでは、ウクライナ軍がイギリスから供与された空中発射型の地対空長距離巡航ミサイル、ストームシャドウで攻撃した可能性を示唆しているんだけど、それを裏付ける公式なコメントや動画、画像などは確認されていないんだって。クリミア半島で活動しているウクライナ人らによる地下組織であるアテシュは、この火災発生を歓迎する声明を発信している一方で、爆発への関与を否定しているけど、グレーゾーンでの投稿やアテシュの声明はいずれも、この爆発現場がロシア軍施設内の弾薬庫であると主張しており、動画においても連鎖的な爆発が次々に発生している様子が確認できることから、火災を起こしているのが弾薬庫であることはほぼ間違いがないと見られているんだ。ロシア側の情報としては、テレグラムのロシア軍系チャンネルであるリバルでこの爆発についての投稿があり、最初の爆発が現地時間の午前4時に起こったことを伝えているほか、ロシア国営タス通信もこの爆発について報じていて、爆発音が最初の爆発から6時間経った後になっても続いていることを報じており、炎焼が続いている火災についてロシア側のクリミア議会のトップが完全に鎮火するまでには2日以上かかる可能性があると述べたとして、火災がかなり大規模であることを示唆しているな。ここまで伝えられている爆発や火災の情報や、住民の避難状況などからすると、今回爆発を起こした施設が弾薬庫であるとするならかなり大規模なものであることがわかり、クリミア半島やヘルソン州に展開しているロシア軍には大きな撃となる可能性があると見られているぜ。クリミア半島では17日に、同半島の東端にあるケルチとロシア本土のクラスノダール地方との間にあって、アゾフ海と黒海をつなぐケルチ海峡に架けられているクリミア大橋が、ウクライナ軍の水上ドローンによるとされる攻撃を受け、道路の一部が崩落したために20日時点においても通行止めとなっているね。それ以前の6月22日には、クリミア半島の北東部とヘルソン州の間の深海にあるチョンハル海峡に架けられている橋が、ストームシャドウと見られるミサイル攻撃を受け、通行不能に陥っているな。クリミア半島への補給路にはクリミア大橋とこのチョンハルの橋の他に、北西側でヘルソン州と陸続きになっていてアルムヤンスクを通る幹線道路があって、現時点でクリミア半島への補給路はこの西側が確保されているってわけ。また、鉄道路線はすべて健在で、こちらもアルムヤンスクからペレコープ地境を得てヘルソン州へつながる路線と、同半島北東部にあるジャンコイから深海の鉄道橋梁を渡ってザリージャ州のメリトポリまで通じている2つの路線があり、これらはこれまでのところ攻撃を受けておらず運行されていて、クリミア大橋と並行して架かる鉄道橋も健在であることから、現時点ではヘルソン州とクリミア半島の間の物流には大きな問題はないと見られているぜ。ウクライナ軍がロシア軍の主な兵站補給ルートである鉄道網を破壊しないことについては、様々な憶測が出ているけど、ウクライナ側が奪還後の復興などのために必要としているのではないかとされ、
現地のロシア軍弱体化は兵站を集積している施設などを攻撃することで十分であり、橋梁の破壊は補給路遮断という物流面よりも、心理的な面での効果を期待しているとの見方があるみたいだね。クリミアではこれまでにも半島内にあるロシア軍航空基地が攻撃を受けるなど、ウクライナ軍特殊部隊や、地元住民のパルチザンなどによる破壊工作が頻繁に発生しているほか、南西にあるロシア海軍黒海艦隊の基地であるセバストポリ港に対しても、ウクライナ軍の飛行ドローンや水上ドローンによる攻撃が相次いでいるなど、ここ一月において様々な手段による軍事関連施設への攻撃が続いていて、ウクライナ軍はクリミア半島奪還を視野に入れながら補給を断つことによって、ヘルソン州のロシア軍部隊の戦力も弱体化させようとしているのではないかとの見方があるんだって。このようにクリミア半島をめぐってウクライナ軍の攻撃が頻繁に続いていることと、今回クリミア大橋が通行不能の状態になったことなどを受けて、夏休みをリゾート地として人気があるクリミア半島で過ごそうとしていたロシア観光客によるキャンセルが増えているみたいなんだ。17日のクリミア大橋への攻撃において、一組の夫婦が死亡してその娘が負傷したことが報じられているんだけど、おそらくは観光客であろうと見られ、そのために8月の予約キャンセルが発生しているってわけだね。ロシアでは夏の長期休暇期間に入ったことから、今回の爆破以前からクリミア半島に避暑に向かうロシア人観光客が、クリミア大橋上で交通渋滞を引き起こしていることをアメリカのシンクタンク戦争研究所が公表していて、さらに夏の旅行シーズンに入った7月からはロシア本土からクリミア半島を訪れる観光客が爆発的に増えているとされていたな。ロシア軍にとってクリミア半島とロシア本土とを結ぶ重要な補給路でもあるクリミア大橋においては、観光客の車による渋滞にロシア軍のトラックなどが巻き込まれて輸送に時間を要していることが問題になっていて、さらに8月の観光最盛期にはさらに渋滞が悪化することが懸念されていたよ。そのためプーチン大統領はクラスノダール州のベニヤミン・コンドラチエフ知事に対して、観光客はクリミア大橋を通行せずにドネツク州からザポリージャ州、ヘルソン州を経てクリミア半島に入る陸の回廊へ迂回させるように指示を出したとして、国営タス通信が報じていたぜ。このことを受けたロシアの旅行会社ではクリミア半島のへの旅行を計画している観光客に対して、旅行計画を中止しないようにとの呼びかけを行っていて、一時の感情に基づいて旅行中止の決断を下さないようにとしてキャンセルを申し出ている観光客を説得しているみたい。しかし、半島全体がウクライナ軍の攻撃を受ける可能性が高いことと、クリミア大橋の修復にかかる時間が不明であることのほか、プーチン大統領が迂回路として示している陸の回廊に反転攻勢を強めているウクライナ軍が迫り、回廊の途中にあるザポリージャ州メリトポリやドネツク州マリウポリにもウクライナ軍の、長射程兵器による攻撃が相次いでいることなどもあって、観光客のキャンセルは避けられないと見られているぜ。日本のインターネットなどへの書き込みでは、西側諸国の常識であれば、戦争による戦闘が発生している地域への観光など考えられないとする意見が多く見られ、安全に旅行を楽しめる保証がどこにもないのに、旅行会社がキャンセルしないように説得するのは西側ではありえず、万一の時の保証などを考えたら最高中止が当たり前との声も多いみたい。危険な地域に関わらず観光をむしろ奨励するような姿勢については、自国民の安全など全く配慮していないのはいかにもロシアらしいとして、兵士を肉の盾とするのと同様に、国民の命も政治的戦略に利用することへの非難が高まっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。